この動画はパソコンが突然起動できなくなった時にお試しいただくことで解決できればと思います。しかしパソコンのトラブルは複数存在しますので、これだけで解決しないかもしれませんが、もしかしたら解決できる場合もあるのでご紹介させていただきます。この動画のナレーションは私ナナコが担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にパソコン本体に接続されています。ケーブル関係はすべて外してください。パソコン本体のカバーを外すため、この機種の場合2箇所のネジを外します。本体のカバーをスライドさせて外します。カバーが外れたら作業の邪魔にならないところに置いてください。データを吸収するためのハードディスクを取り出します。内蔵ハードディスクに接続されていた2つのケーブルを外します。今回のデータ救出に欠かせないパーツです。この商品のリンク先も載せさせていただきましたので、今後のご参考にしてください。パーツの電源ケーブルを内蔵ハードディスクに接続します。ただしまだこの時点でコンセントには接続しないでください。次に小さい方のコネクタを内蔵ハードディスクに接続してください。この USB ケーブルはデータをコピーさせる側のパソコンに接続します。ただここではまだパソコンに接続しないでください。データを保存させる側のパソコンの用意をします。ここでは NEC ビジネスパソコンの Versa Pro を使用します。データを保存させる側のパソコンを起動しておきます。ここでは故障したパソコンのデータを保存させるフォルダをデスクトップに作成します。マウスをアイコンが何もないところに移動して右クリックします。そして新規作成をクリックします。フォルダをクリックします。フォルダの名称は新しいフォルダにしておきます。このデスクトップの新しいフォルダに故障パソコンからのデータをコピーします。画面下にありますエクスプローラーをクリックします。エクスプローラーが表示されましたら、画面左側にあります PC をクリックしてください。各ドライブが表示されている状態で待機します。このケーブルをコンセントに接続してください。故障パソコンに接続されているUSB ケーブルをこのパソコンの USB ポートに接続します。電源ケーブルについているスイッチをオンにします。ここに追加されたドライブが故障したパソコンのハードディスクになります。そしてそのドライブをダブルクリックまたはシングルクリックします。これより故障したパソコンのデータを別のパソコンにコピーさせます。ユーザーフォルダのところで右クリックしてコピーを選択します。デスクトップ画面の新しいフォルダをクリックまたはダブルクリックしてフォルダを開きます。貼り付けをクリックしますとコピーが開始されます。場合によってはかなりお時間がかかるかもしれません。続行をクリックします。データのコピーが開始されました。データの量によってはかなりのお時間がかかる場合がございます。もしコピーの最中にこのエラーメッセージが表示された場合はスキップをクリックして先に進んでください。ここで指示しませんといつまでも待機状態になりますので注意してください。
データのコピーが完了しましたら、一旦電源を切っていただき、故障したパソコンとの接続を切ってください。パソコン本体の電源を通常の終了の仕方でオフにしてください。完全に電源が切れましたら、先ほど接続したケーブルの電源スイッチもオフにしてください。この動画は以上になります。この続きのステップ5の動画は完成次第アップさせていただきます。本日はこの動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。